やばい、大事だよ、大事。11日の朝に母親たたき起こされたんですよ。パパが死んじゃったかもしれないっていきなり言われまして。父橋本真也さんが2005年に死去。その悲しみの中からプロレスラー橋本大地が誕生した。父の顔を見て、あ、死んじゃったんだなっていうのを、まあ死んじゃったんだなぐらいにしか思ってなかったんですね。その時は僕の父の遺体を火葬場のその焼く釜の中に入れて、ちょっと涙とかが出てこなくてですね、もうこのまま泣かないで終わるのかなと思ってた時に、もうその釜が閉まった瞬間にすごい涙が出てきまして、でその時にそれと同時に継がなきゃっていう、父の意志を受け継ぐことを決意した大地。一応自分が大きくなって力で奪い返したいと思う。父が戦ったリングでプロレスデビューの夢を追い続けた。あのリングでお父さん毎日毎日頑張ってんだ。なんか感じたのだ。何があったとか自分でも本当に覚えてないんですけど、何かのきっかけがありまして、継がなきゃっていうのからやりたいっていう気持ちが変わったんですよ。昨年からゼロワンの練習生として本格的なプロレス特訓を始める。大谷は先輩たちの熱き指導に涙を流しながら必死に食らいついた。そしてついに掴んだ夢のデビュー戦、相手は父の盟友長野正弘。まあこの今日の日に向けて一生懸命多分練習してきて、悩んで、いろんなその葛藤があったと思うんだけども、第一ある意味で素人ですし、今日の試合が終わって初めてこれプロになれるかなれないか、もしかしたら今日の試合の結果によってはプロとして認めてもらえないかもしれない。やっぱ戦う気持ち、そういったものがプレミアの中で見せる価値がないということが分かったときには、そこは吉田のやっぱり手をすぐ潰して、そのプロの業界のプロレス業界としても、それはプロレスではないし、そういう人材を残す意味もないと思うので、もう一回それは鍛え直したらってくればいいと思ってるから。橋本慎也の息子っていう考えじゃなくて、一人の僕と考えていただいて試合をしてくださるのが一番嬉しいですね。僕は橋本慎也じゃないんです。僕は僕なんです。第6試合、破壊王子橋本大地デビュー戦、30分一本勝負、長野正弘バーサス橋本大地。破壊王子デビュー戦。